でもやっぱりこう、本当にさっきおっしゃった語りしろがあるということですよね。やっぱり本当に、いろんな面から楽しめるし。そうだ、ケイさん。ケイさんからちょっとクレームが入りまして。え、はい。あれですか、前回の新エヴァで、ちょっと僕が伝言頼んでたメモに関して、ケイさんからクレームが入りまして。聞いたんですか、プロフェッサーケイさん。俺はそんなに、新エヴァを、全否定してるわけではないと。お、はい。だから、もちろん全然、だからいいところもあった。あ、そうなんだ。ね。ただ、鶴巻に関しては、あの通りだ。あんまり、なんか、フォローになってない。ただのアニメオタクで、クリエイターではないという意見は変わらないという、連絡が入りました。もう、いっそのこと炎上して、揉めてほしいですね、なんかね。K さんはアカウント持ってないんですかね、ツイッターとかね。あ、そうですね、SNS 持ってないですね。はい。まあ、一応持ってはいるんですけど、ちょっと誰にもちょっと教えてはない、闇のアカウントが、はい。あれですね、だから、紙に書いて人ん家に貼っていくスタイルの SNS なんで。そうですね。ええ、実際に嫌いな人のうちに貼り紙とかをする感じですよね、ツイッターで。そうすると、A4 の紙で。A4 の紙に書いて、それまたこれ、お叱りの声を受けるんじゃないですか。光はもう大体常に受けてます。はい。ちょっとそこだけちょっと訂正してほしいですよ。まあ、バンクシーみたいな感じでね。はい。そうです、うん、バンクシーです、ね。いろんな壁に書いていくスタイルなので、大丈夫だと思います。じゃあ、ついでなので、ほほえみデブさん、今回ちょっと参加できなかったので、はい。コメントだけいただいたので、読み上げます。おばんです。前回の新エヴァ会で、エヴァに対する思いの丈は十分に吐き出させてもらったので、もう正直、出がらしです。そこで多分話に出るかと思いますが、プロフェッショナル仕事の流儀庵野秀明スペシャルの未公開映像を詰め込んださよならすべてのエヴァンゲリオン庵野秀明の1214日について、うん、これが大変素晴らしかったです。ラストシーン宇部新川駅を初号機のごとく疾走する庵野のバックにかかる残酷な天使のテーゼ、このみんな大好きなメインテーマをここで使ってくる NHK のセンスたまんねえぜ。おお、このドキュメンタリーが本当のエヴァンゲリオンの最終回だと個人的には思ってます。大大演です。はい。一応エア真心を君についての感想ですと、ラストの美里さんのキスだけは納得できないです。あそこのキスは唐突ですよね。小説ガンダムでセイラさんが出撃するアムロに対し自分の陰謀を渡す的なやつでしょうか。かっこ確かそんなエピソードがあったはずです。妄想ならすみません。ミサトのキスはなしです。はい。ちなみに覚醒アスカ VS 量産機はシリーズ屈指の名シーンだと思います。では8月真夏のイディオン接触編発動編カナダアジアラブスペシャルでお会いしましょう。では以上です。あー、なるほど。情報量がちょっと多すぎて、はい、エヴァンゲリオンみたいでしたね。まずプロフェッショナルは良かったっていうのと、ミサトさんのキスはないだろうという、うん、でセイラさんが出撃前のアムロに陰謀を渡すシーンが本当にあったのかなかったのかみたいな検証してほしいっていうあれでしたね。確か大量の陰謀を渡すシーンがあったはずですよね。あ、ハロみたいな、ハロ台の大きさに丸めて、マリコみたいな、ハロだよって言って渡す。そうですね。そういうシーンでしたね。本当に。庵野秀明のビニール袋にパンパンに詰めた。パンパンやないかって多分言われてました。パンの耳じゃないんだからこれパンパンやないかって言われてました。ビニール詰め放題のサービスタイムみたいな、まあ、長い戦いになりますからね。ちょっとビニールからちょっと突き出てましたもんね、ちょいちょい。硬いからね。硬いから、やっぱりすごい富の節ですよね。さすがですね、やっぱ、ほほえみさんはそういうとこをピックアップするのは。さすがですね。庵野秀明の仕事の流儀、はい、あれですか、あれ、BS で。確か BS ですよね。長尺版か。見てないんですよ。いや、見たかったな。実家にちょうどいたんで、BS を見れたんで、ちらっとだけ見れたんですけど。はいはい。あれ前のバージョンだと風立ちぬの声優のシーンとかありましたっけ。いや、なんか
なかったかな、なかったような気がしますけど、ね、あ、じゃあ、多分そこが追加されたりとかしてるのかな、やもうヘトヘトになってる時に、鈴木さんに呼ばれて行った先が、風立ちぬの仕事だったみたいなのはありましたね。鈴木敏夫がこうちょっと手を差し伸べたみたいなシーンはあったと思いますけど、ちょっと詳しく覚えてないですね。あ、でもいいですね、長尺版ちょっともう一回なんかどっかでやってくんないですかね。ねえ、ねえ、微笑みさんはそれを見て、うん、ラストに残酷な天使のテーゼが流れると素晴らしいです ね、 そ れ、 ね、それ確かにかかってました、それは。ああ、そうなんですか。僕もちょっと酒飲んで酔っ払ってた時に見てたんで、はいはい、うろ覚えなんですいません。おで、その後なんか再放送っていうのがあったんで、あっと思ったら、あの通常版の再放送だったんですよ。ああ、そうなんだ、完全版見たかったのにと思って、多分またチャンスはあると思いますけどね。あるかもしれないし、なんかもうソフト化して売る気でいるのかもしれないですよね。うん、そうかね、確かに。特典につけたりとか。うん、この間の明美列車君の指摘の通り、あの東方の顔が最高にいいですね、やっぱね。東方顔ね。鶴巻さんの。神様が降りてこないって、なんかすごい無邪気にね、あの言い方もやばいですよね。ちょっとあれもなんか、お笑い漫画道場のね、富永一郎タッチの顔になってましたよね、あれ。あの東方顔は。あそこだけ。僕の中では眼鏡かけた穴子さんに見えたんですけど。功労者ですからね。ちょっとだから、その新エヴァであんだけこうやられてるじゃないですか。うん、で、その、エヴァンゲリオンの、まあ、そのアニメ放映時とこの真心へ君への会についても、そのさっき言ったそのスキドエヴァンゲリオン、パラノエヴァンゲリオンで、安野さんの欠席座談会みたいなのやってるんですよ。おで、そこで鶴巻さんも出てて、はい、まあもう、もうその当時が似たようなことずっとされてる感じでしたけどね。ああ、急にひっくり返したりとか。そうそうそう。でまあ、ただ当時と違うのは、そのアニメ版に、新エヴァの時はもう自分からアイデアをわざと出さずに、とりあえず自分の考えはもう全部もう聞いてたじゃないですか。聞いて他の人のアイデアからこう新しいものを生み出そうみたいな感じの方法論をやってたじゃないですか、はい、だけど、まあ、このとアニメ版前のやつはもちろんスケジュールの関係もあるし、いろいろあるから、もう本当にもう安野さんがやりたいことをもうビシビシやらせて、それ以外のことはもう全部直すみたいな。もちろんストーリーのアイデアとかのディスカッションして結構やってたらしいですけど、うん、そのレイアウトとかそういうやつというか、まあ、絵の直しとかは結構安野さんがすごい細かく指示して、うん、直させてたとかいう感じだったらしいみたいなことを書いてましたけどね。うーん、だからそういうのをもうどん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 全部やり尽くして、多分自己ループになるのをこう防ぐために、まあ、新エヴァでああいうやり方をやったんだとは思いますけどね。あと何だろう、面白かったのは、まあ、これはちょっと真心は決めではなくて、テレビ版の25話、はい、26話でこう、まあ、ちゃぶ台ひっくり返すじゃないですか、はい、まあ、要は今までのストーリーがあったのが急にこう25話26話で、うん、そういうストーリーからポーンと飛んで心情トロみたいな、うん、最終話になるんですけど、はい、であれはイメージとしては幕末太陽伝ですと。あ、幕末太陽伝のラストみたいなイメージでやりましたみたいなこと言ってました。あ、それって幻のラストってことですか。うんうん、そうです、テレビ版のラストってことです。ああ、そう、ああ、幻のラスト、そう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 。幻のラスト。フランキー・サカイが走っていくと、現代に行ってしまうっていう話。撮影場を抜け出して、はい、現代の方にこうなるみたいなね。ああ、うん。まあちょっと新エヴァでもね、そういうところがところどころありましたけどね、はいはいはい、最後のところでね、撮影場とかね、見えたりとか。はい、結構、だからいろんな要素がいっぱい入ってて。ちょっとね、ここでやっぱりその幕末太陽伝にこれですって言ってた幕末太陽伝デジタル修復版のポスターがちょっと我が家にあるんですけれども、はいはい、そこの裏に安野さんのコメントがありまして、ちょっと読み上げてよろしいでしょうか。これちょっと衝撃的なんですけど、はい、まず大好きな写真です。
カタカナでね、やっぱ写真。個人的にはエヴァテレビシリーズ制作後に見たので感動もひとしおでした。乾いた人生観と粋な世界観にしびれます。そしてラストシーン、撮影所の外に走り去ってほしかったと切に願います。庵野秀明さん、映画監督。おー、これちょっとおかしいじゃないですか、ちょっと。テレビシリーズ制作後に見たので、あ、俺がやったのは幕末左右伝だったんだということで、おそらく、あ、なるほどね、言ったんじゃないですかね。だから、ね、すごくこう、間違ってないと思います。やりたかったことは、もうすでに幕末左右伝でやられてたし、シンパシーを感じますと。しびれますと。大好きな写真ですということで。やっぱ言ってた。ここでも写真って言っちゃってますね。結構言うね。ね、写真って言うんでしょうね、多分映画のこと、今でも。うん、アニメはさ、まあ、映画じゃないですけど。いや、まあ、あ、そうですか。ちょっとよくわかんないですけど。それ何ですか、それ。今、なんか。いやいや。ああ、幕末コレクターズエディションですね。はい、なるほど。いや、なんかこの冊子の中にひょっとしたら、庵野さんのコメントがと思ったんですけど、なかったです。あ、はいはいはい。ポスター、ポスター使って、あ、チラシか、これ。大きめのチラシみたいなやつに。で、多分、ショット、どれだっけな、日活創立100周年なので、それのなんか特別予告みたいなのがあって、それで多分そのコメントもおそらくちらっと出題されてんじゃないかなとは思うんですけど、でもそれで言うと新エヴァのラストもやっぱり現実に帰っていくという点では幕末左右伝的なものを感じますよね。そうね。まあ、実写のね、宇部新川駅でしたっけ。と、宇部の街もね、俯瞰で出して、なんか、かっこいいラストでしたね。現実とシンクロしていって。あそこいいなと思って、ちょうどゴールデンウィーク中、福岡にいたので、東京よりか近いじゃないですか。だいぶ近いです。だから一瞬行こうか、すごい悩んだんですけど。おー、はいはい。海渡れば着いちゃうくらいな感じでしょ。いや、結構乗り継ぎ大変みたいで。あ、そうなんですか。あそこでね、マリさんの格好して突っ立っていたいとかあったんですけど、ダメでしたね。自分がマリさんじゃなくて、ね。これちょっと本当に仕上がりすぎな感じですよね。通報されるなと思ってやめました。通報されて。そうかもしれないですね。あ、でも、かつらかぶって、長い。はい。はい、うん、ゆっさゆっさ言わせて、もう。言わせて、ブラックスーツ着て。で、警察に追いかけられて、走って逃げていくみたいな感じ。ね、鼻歌歌いながら。俺の中では、もう、宇多田ヒカルの曲が流れてるぞっていうとこで。それで完結っていう。完結。いいですね。あれですよね、プロフェッショナルのオープニングの庵野さんみたいな感じで、そうですね。今はの階段をもう猛ダッシュ。だん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 。やばいですね。庵野秀明が終わらせて、座頭市も終わらせるっていう。始まりの予感もしますけどね、新しい。多分そんなこと考えてる人が100人ぐらいあそこにいたと思うのもやめました。あ、でももう聖地化してるんでしょうね。訪ねに行く人もいっぱいいるでしょうしね。そうでしょうね。うん、あと、なんだっけ、ほほえみさんは、アスカの量産機との戦いが最高でしたというのと、うん、そうですね、あれはもう本当に素晴らしいですね。覚醒シーンがね、やっぱりこう、母親を感じて、ね、こう、強さを獲得するあのシーンは、すごい良かったですね。ちょっとだから、ずっとね、急激はアスカがずっとかわいそうなんですよね。かわいそうですね。もう活躍はするけど、もうね、今一歩勝ちきれない、うん、ね、をね、役割を演じてますからね。しょっぱなおかずにされちゃうしね。そう、おかずにされてますから。うん、誰かのおかずに僕らされたことあるんですかって話です。気持ち悪い。気持ち悪い、うん。たまにはされたいですよね、やっぱおかずにね。する側じゃなくて。ね、そうそう。そうですね。なかなか悲しくなってきますよね、そういうことを考えるとね。どうしてもフラストレーションがたまる場面が多かった中で、あそこだけは気持ちいいシーンだったなと。そうでしたね。ね、またね、エヴァシリーズがすげえ気持ち悪いんですよね、あれ。はい。あれが最高ですね、エログロって、なんか、うん。シャチっぽい感じで。
シャチっぽいね、はい、そうそうそう。そうですね。あと、前回も、ほうみさん、指摘されてましたけど、イデオンの劇場版となんかすごい似てるなって話をされてまして。そうなんですね。はい、はい、はい。で、確かにちょっと、見直し、見てみたんですよ。そうすると、あ、確かにエヴァの元ネタ、これ多いなっていうのが多々ありました。ちょっと聞きたいです、それ。もう結局、セリフセリフにエヴァの、まあ、ネタになったのがあるなっていうのと、あと、まあ、結局結論が、なんかみんな戦争で死んじゃって、魂が、なんか、あ、結局 LCL になるのと一緒のような感じに。なってしまう。うん、そうですね。最後みんな、ね、死んでこう天に登っていくんですよね。宇宙の、なんかね、はい、みたいな。これ確かにちょっと LCL のみんな死んで一つになるみたいなとちょっとシンクロする感じはありますよね。うん、まあ、あんまり詳しくは言えなくてすいません。一回しか見てない。いやいや。なんだかんだで多分こう、どこかで誰かが喋ってると思います。はい、25年経ってますから、ね。はい。ああ。イデオンのことも、うん。イデの力が。誰か保管してくれるかもしれないですね、誰かがね。はい、うん、これは違う。これはまあまあ合ってるみたいな感じ。赤ペンつけられるんですか？赤ペン、全然つけてほしいですね、もう。本当ですね。我々浅いので。うどん声のやっぱ知識でやっぱ喋ってますからね。はい。聞きかじりの知識で、当てずっぽをやってますから。なんだかんだで、だって一番ハマってるのザトチ先生ですよ。そうです。本当に。ひょっとしたら延べ時間我々より見てますから、ね、いや本当そうかもしれないです、うん、なんだかんだでやっぱ作品にめちゃくちゃハマってたってわけでは僕なかったんでね、うん、音デブの岡田敏夫というデブと竹熊さんというね、うん、デブとの戦いみたいな僕は楽しんでたんで、お相撲見たみたいな感じですね。そう、お相撲さんみたいな感じでした、ね、うん、大相撲、大相撲、エヴァンゲリオン場所を見たっていう、そういう感じ。なるほど。あと、あ、そうだ。ここみさんがもう一個言ってたのは、唐突のキスはないだろうと。ああ、それどこでしたっけ？美里さんが、新宿を送る前ですかね。一回撃たれて、まだ、はい、立ってられるような状態の時に。あったね、確か。ああ、でも、そこ僕も寝てました。ね、あ、本当に。それやばいっすね。やばい。あれでも言うなれば、その、オタクが考える女性からの励まされ方みたいな捉え方できなくはないっすよね。ディープキスをされれば頑張れるかもしれないみたいな。これを奮い立たせてくれたまえみたいな。で、14歳の子供だからこんぐらいショックなことあれば頑張るだろうみたいな感じはしますよね。今の時代やるとあれ虐待に入りますからね。まあそうだね。ポリコレで言うとね。なので、うん、まあ唐突さを感じるのはもう仕方ないし、ただなんかもう物語を前に進めるためにビンタじゃ弱いなっていうのはちょっとありますよね。金玉を握るわけにはいかないしね。やっぱり、キスがちょうどよかったんじゃないですかね。あそこで抜いてあげたら賢者モードになるとか、そういうのは。抜いたらでも出撃しないんですか、ね、何のやる気も起こりなくなりますけどね、そうだ、うん、もう一回みたいなね、おかわりがちょっと発生する可能性延長お願いします延長、うん、あでもまあまあ唐突は唐突でしたね、あとやっぱこう不必要に長かったなっていうのはありますよね、こう長いこうディープキスしてるなっていうのはねありましたね、まあ、あの急展開ちょっと AV の導入部っぽいなとは思いましたけど、誰もやってないであろうことをやってみたいみたいな、その、ちょっとしたね、表現者の欲というか、前人未到のところに行ってみたいみたいなところはあるのかもしれないですね。まあ、セックスシーンも入れてましたし。そこで、その、エロアニメみたいに、舌と舌が絡み合うような、こう、内部の描写をしなかったのは、やっぱり大人だなと思いましたけど、うん、でも鶴巻監督が、近年撮ったの竜の敗者っていうアニメが NHK であって、それの再放送をこの間やったんで見たんですけど、ディープキスのシーンがあったんですが、完全に甲虫で舌と舌が絡まる描写を NHK でやってましたね。ちょっと
息子と見てたんで、これ、なんでこれやってんのみたいな聞かれて、なんでだろうなぁ、そう、わかんねえなぁ、つって。もう、ちょっとわかんないわ、ごまかしました。もう、その大喜利はもう答えが出ない。出ないですね。もう、わからないですね、うん。難しいね、そういうのあると。まあ、もうちょっと、大人になったら教えてやろうって思いつつずっと放置しちゃうのかなっていう恐れが今ありますね、やっぱね。うん、すいません、ちょっと余談でしたが、まあ、鶴巻監督はそういうこともやってますという、すごい素晴らしい監督ですよ。決してそのね、あの、ただのアニメオタクではない。ただのアニメオタクではないと。はい。あいつはクリエイターではないと言って言われたすごい。どっちかというと、Kさんは擁護する立場にないといけない人だと思うんですけど、怖いですね。トップを狙い2という作品が、鶴巻監督の作品であるんですけど、それ見てないんですよね、なんか。それがもうとにかく、ね、あのもう気に入らないということ、それが嫌だったっていうことなんでしょうね。それが嫌で、もう、フリクリとかも、どうせ面白くないだろうから、みたいな感じで、見てない。そうなんだ。フリクリ見てないんですか？見てないですね。びっくり、絶対見た方がいいっすよ。こちらだ。まあ、その、ケンさんはやっぱトップ狙いがすごい好きだから。ああ、オリジナルの。そうです、そうです。なので、やっぱ2のが、やっぱちょっと、なんかね、あの出来があんまり良くなくて、良くな、ケンさんにとってはちょっと良くなくて、ちょっとやっぱ、怪我された感じがしたのではないでしょうか。うん、ああ、うん。確かにトップを狙えば、やっぱり、そうですね、当時、アニメ好きな人が、みんな、もう、すごい好きっていう方多いですもんね。うんうんうん、そうですね、まあ、すごくよくできたアニメですよね、うん、アニメファンもこう楽しめるし、うん、アニメファンじゃない人も楽しめるし、あ、ね、確かにです、ね、うん、アニメは映画ではないですけど、ね、アニメは映画ではないです、ではないです、アニメはアニメ、アニメですけど、あと、もうあれですか、はい、そのインタビュー集とか、先ほど言ってた。ああ、ね、なんですかね、まあ、いろいろあるんですけど、はい、うん、あと村上龍のこと結構喋ってましたね。まあ、もともとその、当時君と健介っていうあのコンビ、いるじゃないですか。まあ、これ、まあ、有名な話ですけど、はい、うん、村上龍の、愛と幻想のファシズムの主人公の、当時とゼロという2人がいるんですけど、うん、はい、その2人から名前を取ってるんですよね、うん、で、その愛と幻想のファシズムっていうのが、まあ、そのテーマっていうのが、まあ、システムとの戦いっていう、多分ものすごいこうぼやっとしたテーマではあるんですけど、うん、まあ、巨大なそのシステムに抗う、まあ、狩猟者という政党との戦いをこう描いてるんですけど、まあ、それはそのエヴァンゲリオン の, その物語としてのこう、まあ、原型のちょっとイメージしたものの中にちょっとあったと、うん、要はネルフとそのゼーレとの戦いっていうのがその巨大なシステムとの、まあ戦いをちょっと重ね合わせてる、でそういうのがあって、うん、その愛と幻想のファシズムからちょっと主人公たちの名前をちょっと取ってつけたみたいなことはなんか、うん、面白いですよ、愛と幻想のファシズムもすごく村上龍の、ね、村上龍の、でなんかやっぱちょっと自分とはちょっと龍ちゃんとちょっと似てると、うん、やっぱちょっと村上龍はすごくやっぱ情けない人間で、うん、おそらくちょっと情けない人間でその弱みみたいなのを、うん、まあ小説の中でたまにこう結構出すところがちょっと自分がその、まあ、エヴァンゲリオンでやってるようなところとは結構似てるみたいなことは書いてましたね、うん、だからもうシンジ君はその昔の自分、まあ、この当時の庵野秀明 の, もうそのままを、まあの性格みたいな感じ、うん、まあ、エヴァンゲリオンの登場人物全員がその自分の、投影ですみたいなことを書いてました、ね、はい、あれなんか YouTube チャンネルでドラゴニストって言ってなかったでしたっけドラゴニストですね、熱烈な村上龍支持者のことをドラゴニストという長間さんが考えたんでしたっけ、ちょっと僕覚えてないですけども、覚えてない、覚えてないです、ちょっとやめてほしいです、あ、違う別に自分はドラゴニストではないと、村上では好きですけど、村上では好きだけどドラゴニストということはよくわからない
って。いいと思います。はい。そんなにこだわってないです。はい、あ、こだわってないです、はい。もし他あればお願いします。そうですね。まあ、そうぐらいですかね。まあ、なんかいろいろあったんですけど。はい、ああ、まあ、さっきのあ、そうだ。まあ、でもどっちかというと、これ、あれなんですよね。急激を撮る前の、うん、テレビドラマ版が終わった後ぐらいのインタビュー集なんですよね。なので、そんなにね、真心君に関しての話は、そう、これからちょっといろいろ考えますみたいな感じなんですよ。まあ、ゼロからこれからちょっといろいろ考えるから、テレビ版とはいろいろキャラクターとかの性格とかもいろいろ変わってくるかもしれませんねみたいな。あとはやっぱりなんか、なんで俺は結構女にモテるみたいな話も結構してますね。意外に僕はモテますからって。あ、いいですね、そういうのもね、ちょっとね。っていうのと、あとは欠席座談会で、うん、あいつはなんか、なんだかんだ言って、そう、確かに女にはモテると。おう、で、飲み会の時に、こう、うん、まあ、女の子が横に来たら、ナウシカの巨神兵描いたの俺っていう話をするっていう。ちょっと。それで女を引っ掛けてるという。あ、ダサいことしますね。ほほ笑ましいですね。一番やっぱ強力なカードを先に一番最初に切る。ああ、素晴らしい。巨神兵書いたの俺ってすごいですね。そのナンパのセリフ。いや、つかみとしてでかすぎますよ、それは。いや、そうですよね。すごいですよね。もうそれで大体大概もうみんなゴロっていくという。やっぱそういう安藤さんとか飲み会来るの、多分ね、アニメすごい好きな子たちばっかりでしょうから。そうでしょうね。それでね、ナウシカであのシーン書いたのがね、俺みたいなこと言われたら、そらね。あ、そうですね。私も書いてくださいってやっぱなりますよね。なるでしょうね。どうぞ、お書きになってくださいと。なるほど。で、やってきたわけですね。うん、巨神兵とかで、まあ、連想しますと、真心君にの公開日が1997年7月19日なんですけど、その1週間前にもののけ姫が公開されているっていうのがありますね。7月12日からだから、そういう時代にこれが公開されていたんだなと。で、もうちょっと遡ると1995年11月18日にゴーストインザシェル攻殻機動隊が、だから結構これで見ると、押井守すげえなって、なんか逆にちょっとこう、思っちゃうんですけどね、なんか、うん。なんかこう、ジャパニーメーションとは、みたいなのの先駆けじゃないですか。あの宮崎駿との話もちょっと出てて、うん、宮崎駿に関しては、うん、まあまあ、本当に僕のまあ師匠ですということを言ってて、うん、まあ、ただ、面白かったのはトトロまでだと。すごいですね。で、その当時はね、最新作が紅の豚だったんですけど、うん、だから魔女の宅急便紅の豚はもうダメですみたいな。なるほど。で、もののけ姫は今作ってるっていう話は聞いてるから、うん、話を聞く分には本当に期待ができそうで、うん、みたいなことを書いてました、ね。で、なんでそのもう宮崎駿がダメなのかは、うん、紅の豚はチンコを見せてないと。うん、まあ、要は裸になってる感じがするけど、パンツを履いててチンチンを見せてないと。うん、で、僕のエヴァンゲリオンはオナニー賞ですと。うん、で、脱いだ上に、脱いだ上で皆さんを楽しませるオナニーをやってますみたいな。うんうんうん、でそこら辺をちょっとちゃんと、もう宮崎さんもちゃんとパンツを脱いでくれたら面白いものがまた撮れるのにというようなこと書いてましたね。クパーっとしろと。クパーっとしろと、宮崎クパオになれって。地下芸人じゃないですか、もうそれ。いや、本当ですね。そのパンツ脱ぐ脱がない、チンコ出さない問題で言うと、そのなんだろう、見てる側にはあんまり関係ないかなっていう。面白いちょっとね、紅の豚は確かにやっぱりちょっと格好つけてる部分が。まあ、格好つけてるな。
すごくやっぱ鼻につくところは確かにあるんですよね。まあ、あとパンツの柄が気に入らねえみたいな、そういうことかもしれないですね。かっこつけすぎて。確かに。バキビなんてね、すごくいい映画ですけどね。まあ、映画ではないですけどね。すごくいいですけども。ああ、漫画映画ってことですかね。そうですね、漫画映画としては。上の部分に入りますけど。ポンチ映画ね、動いてる。いつの時代にしては出来がいいみたいな。もののけ姫が公開された後に、ほら、なんかの、アラブ砂漠で会うみたいな、あったじゃないですか、ドキュメンタリーで、なんだっけ。なんか、気がしますね。もののけ姫ができるまで、こうして生まれただっけな、なんかあの、長松さんから借りたまんまに、すいません、なってるはずですね。あの、もののけ姫はこうして生まれたみたいな。あれなんか出てきたのかな、どうだ、別かな。超面白いですね。で、なんだっけ、あの、そう、あ、違うのかな、うん。アラブ砂漠かどっかに旅行に行ったら、遠くからなんかベールをかぶったあの日だけがやってきて、インタビューに突入するみたいなのがあって、もうげ姫の感想どうですかみたいな感じになって、いや、もう本人前にして言えないですよみたいなことをこう言って、まあ、それは言えないよなみたいな感じで、宮崎駿もなんかこう、まあ、ここではそういう話はやめましょうみたいな感じになんかなってはいましたけどね。うん、あんまりじゃあ納得してないのかもしれないですね。どうなんでしょうね。丹野さんはね、なんかね、まあ、ナウシカはもちろんあの自分が参加したやつだから、まあ、まあ、あんまり何も言ってなかったですけど、ラピュタは嫌いだっていうのと、うん、あと、あの漫画版のナウシカの7巻がとにかく素晴らしいみたいなことを言ってましたね。最終巻ですか。そうそうそう。あれみたいなのをやってほしいと。ほう。みたいなこの当時は言ってますね。あ、そういえばなんかこの間聞いた話で、うん、庵野さんがナウシカをやりたいっていうのをずっと言ってるという。そうそう、結構ね、まあ、ずっと言って、まあ自分で言ってるのかな、まあ周りからも結構言われてるんですよね。はい、もうナウシカの続編を庵野さんが撮ってほしいみたいなことも、はい、確かに言われてますね。で、山崎貴監督もやりたいやりたいって。ああ、そうなんだ。山崎貴と庵野秀明が、ナウシカの続編を取り合ってる、うん、世界で一人だけ嫌がってるのが宮崎駿っていう。へーと、なんか鈴木さんがあの日曜日の朝のなんか3人ぐらいで喋る番組あるじゃないですか。僕らの時代あそこ出てた時なんか言ってましたね。へー、あの秀明だったらね、撮らせてもいいような気がね、もね、許しそうですけどもね、なんかまあね、これから仕事山積みなのに。ああ、あんのちゃん。あ、そうですよね。新仮面ライダーか。あ、そっか、そうですよね。そうか。そういえば、あれですよ、シン・ゴジラの、メイキングじゃないですけど、そうちらっと見てたんですけど、はい。なんだかんだで、やっぱり、あれ、監督、樋口真嗣、総監督、庵野秀明っていう、もう、こう、ごちゃごちゃした並びだったでしょ。メイキング見る限りはもう、監督庵野秀明一人しかいなかった。わあ。樋口真嗣も隣でなんかこうヘッドホンしてなんか完全になんですかね、もう助監とかアシスタントみたいな、アシスタントおじさんでしたので、役者も全員話術の人形みたいな感じ。そう、演技終わった後も庵野さんしか見ないもん。ああ、そうなんだ。お、これ OK どうみたいな感じで仰いでしまうと。はい。本当これはもう残酷な現場だなと思ってですね。樋口真嗣さんも大変でしたね。大変だったと思いますよ。やっぱりなんかやっぱ本当に調整役みたいな感じのことをやってたのか、秀明が興味があるシーンだけしゃしゃり出てきてたのかは分からないですけども。はあ、なるほど。そうか。ちょっと結構すごい現場でしたね、なんか見る限り。別にその総監督庵野真嗣、庵野秀明みたいなこうで監督樋口真嗣っていうのがなかったら、うん、普通の現場に見えるんですけど、ああいうね、クレジットにされてるとなんかちょっとすごいどうだったんだろうと思いますよ、やっぱりちょっと不穏なものを感じますよね。監督と総監督って並んじゃうと、でもまあでも良かったと思います。結果を知り合わせれば。結果オーライで、そうですね。面白い映画ができましたもんね。あれ見たとき、あ、売れるなと思いましたね、やっぱ
すごい新人が現れたと。あ、お互い、お互い。どこにいたんだ、今までっつって。うん、なんだ、君は漫画ばっかり描いてたのかって。すいません。どこ見てたんですか、皆さん、すいません。本当、遅れすぎてすいませんでした。ずっと、ザッタイさん、寄席に通ってたからね。あ、そうか。そうですね。寄席と風俗とね、ゴールデン洋画劇場見てなかったから。ゴールデントライアングルね。本当ですね。本当です、はい、今後はやっぱりじゃあ、ザトシさんはそういうエヴァ活を続けて行かれる感じですかね。そっか。もうないよ、でも新作も。パチンコか。パチンコにハマる。パチンコエヴァだと思って。あと、まあ、貞本さんが書いてる漫画版っていうのもありますからね。ああ、漫画版面白いみたいですね、すごい。うん。その、Kさんは、漫画版のラストが一番しっくりきたと言ってましたね。あ、そうですか。うん。おぉ。だから、あれもまあ、一応原作ではないですけど、まあ、はい、並行してね、アニメ版と並行して、作られてたやつで。うんうん、おぉ。貞本さんも、だから、まあ、漫画版があったから、アニメ版の方には、あんまり参加できなかったみたいなことをね、言ってましたけど。あ、そうなんですね。キャラデザとかはやって、はい。だからまあ、作家とかそういうのはちょっと参加できなかったみたいな。ほうほうほう。たまにこう、もう、ね、本当にこう、スケジュールが破綻してきたときに、ちょっと借り出されて、書いたりとか、あと、なんか、庵野さんが、まあ、テレビ版のときにストーリーにちょっと詰まったりしたら、はい。家に来て、話してこう、うん、バブリンストーミング的な感じでこういろいろ話していったみたいなことを言ってましたね。ほう。ちなみになんかこう、シンジ君の言うその逃げちゃダメだっていう、はい、セリフなんですけど、うん、はい、あれはなんか一応その、庵野さんが学生時代の時に、帰ってきたウルトラマンっていう、はい、自主の映画をまとった時、うん、もともとあれ庵野さんが監督で、ずっと撮ってたんですけど、なんか途中でやっぱもうなんか詰まっちゃったらしくて、うん、編集段階でもう全部放り投げて、うん、でなんかこう遊んでたらしいんですよね。でもなんかこう着信とかの電話とか全く取らずに、うん、そして、帰ってきたら監督をもう降ろされてた。で、赤井高見さんっていうね、もう後にガイナックスに入る赤井さんに監督がもう変わって、赤井さんが全部完成させた。で、それがめちゃくちゃもうショックで、うん、自分が一生懸命やってきたものを簡単に監督を変えられてしまうのかというのと、その投げ出してしまった自分の不甲斐なさがショックで、うん、まあ、それが元になって、シンジ君の逃げちゃダメだというセリフに、こう、そこが込められてるみたいな。入ってるみたいなことはちょっと書いてました。豆知識。いい話です。ちょっと勉強になりました。はい。ね。うん。そうですね。これちょっと飲み屋とかで女の子喋ってるんです、はい。言います。はい。俺が作画書いた。言います、言います。巨人絵書いたの俺っつって。王立宇宙軍のね、宇宙船の発射シーンのね、エフェクト書いたの俺っつって。ちょっと、王立宇宙軍もね、ものすごく素晴らしいアニメなんでね。そうですね。王立宇宙軍もちょっとやっぱ、ザトシ先生には見ていただきたいですよね。はい、あれ、ご覧になってなかったでしたっけ？いやいや、もうなんか子供の時、ちょっと見て、それでストップしてました。うん、確か。おっぱい出るんで、はい、いいですよ。そうだね、おっぱい出る。あれ、確か、おかず映画で一回誰か取り上げて、出たような気がするんですけど、ね、確か取り上げてた気がしますね、確か誰かは。そうですね。あれ、森本レオさん、うん、そう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 。ですね。そうです。大変素晴らしい。いやー、すごい。今、明美くんが今、噛み締めるようにすごいって言って。僕、すごい美味しいものを食べた時とか、目つぶる癖があるんですけど、今、目つぶっちゃいました。王立宇宙軍の素晴らしさを思い出して。すいません。日本酒飲んだ時と美味しいものを食べた時、目つぶっちゃうんですよ。この監督の、ね、山川さんもね、なんかね。山川さんですよ。山川さん、今ね、どうなってるのかっていう話ですけど。あれ、なんかお寺で
なんか襖に絵描いて、はい、狸と喧嘩してるみたいな、そんな話でしたっけ。化かされてるみたいな。化かされ続けてる。続けて。嘘の映画を作らされ続けてる。落ち葉になんか絵描いてる。落ち葉に絵描いてる。やばいっすね。ちょっと宇宙軍ザトシさんご覧になったらもう一回ちょっとやるもいいんじゃないですかね。はい、また売れるよって言わなきゃいけないですか僕。あ、そう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 。みんなこれを見るべきみたいな感じでこう。なんで見てないんだって怒り出す。誰もまだ気づいてない。すごい映画があるっつって。やっぱそうですね。まあガイナックス自体がやっぱ大河ドラマですからね。うん。青春群像劇大河ドラマみたいな感じですからね。今現在進行形の時はそうみたいなね。本当にもう今やもうはっきりと結果がもう出てしまいましたけど、成功者とこう失敗者みたいな、ね。そうですね。あと会社の分裂の仕方とかめちゃくちゃ面白いですよね。そうですね。各地にガイナックスが出来上がるっていう。もう気持ち悪い話ですよね、あれは。やばいっすね。そして王立宇宙軍の権利はまだその旧ガイナックスが持ってるんでしたっけ、カラーじゃなくて。ああそうじゃないかな、ちょっと俺も分かんないですけど、ね、カラー持ってたら多分もう一回出しますよね、多分ね、ソフトね。そうだ、まあでも何年か前にね、ブルーレイ出てましたけど、ね、あ、そっかそっか。ちょっとでもなんか、ね、すげえ高いやつ。あ、高かったですね。1万ぐらいする。あら。そうね、はい、ぜひ、またやりたいですね。一応こんな感じで出し切りました。大丈夫ですか？とりあえずは大丈夫ですかね。気持ち悪いんだなと最後やっぱ言ってほしいですね。気持ち悪いんだな。みんな気持ち悪いんだなあ。あそっか。それあの正面しながら目の前にあの、うん、間三つ子のように見せられるんですか。そうでしょうね。大河居酒屋のおしっこするところの目の前にありますもんね、間三つ子さんの死がね。ありますね。ありますね。ありますね、うん、じゃあちょっとあの最後あの告知に入りたいんですけど、ちょっと今膀胱がパンパンなんで一回おしっこ行っていいですか。はい、おはい、はい、どうぞどうぞ。 おしっこの音を録画オンしても大丈夫です、ね、リスナーさんもやっぱり楽しみにされてますからね、おしっこの音。いやーすごいですね。いやすごいですね。やっぱちょっと首の収録はちょっとフィギュアでいっぱいになっててほしいですよね。ちょっとやっぱり。そうですね。あとなんか、カバラス秘術の本とかも並んであって、ね、セフィロトの、あの、系統図みたいなのも書いたりとか、ね。生命の木みたいなね。生命の木、それ書いてほしい。タトゥーもちょっとね、入れてほしいですよね。入れるべきですね。もうそろそろ、そういう、ネルフみたいな感じでこう入れた方がいい。ないかなって思いますね、うん、いやでもやっぱすごいこの20年越しにザトイチさんに刺さるというそれがやっぱり一番面白かった。作品の力がすごいですね。そういうことを言うと本当に、ね、おしっこから今戻られて大丈夫ですか。じゃあもう終わりで大丈夫ですかね。はい、はい、前回の深夜版に引き続き長間さんの、ご提案で急激も語るということで、はい、やっぱりエヴァっていいです ね。すみません周回遅れがひどすぎて。でもちょっと本当今度あのテレビ版も時間を置いてちょっと見たいなと思います、そうですね。ちょっとパンパンですねスケジュールがもう。ちょっと この1ヶ月半ぐらいちょっともうエヴァばっかり言ってるんで、ちょっと散らさないと頭おかしくなりそうなんで。ああ美里さんがね、やっぱエヴァーって美里さんだけ言うのがちょっといいですよね。はい、あ、伸ばすんでしたっけ、エヴァーって。うん。エヴァー発信って言ってね。ね。あ、確かにそうですね。エヴァーって言ってましたね。うん。ごめんなさい。はい。多分あれなんですよね。ちょっと前回、新エヴァーの時にふっと思ったのが、その90年代に再放送でみんな絶賛してた頃、私避けてたって言ってたじゃないですか。多分自分自身がすごいこじらせてたんで、自分を客観的に見させられるのが怖かったところもあるんじゃないかなと思って、でもだいぶもうねいい年なんでこじらせ終わったんで、40過ぎて言うなって話なんですけど、
だからやっぱそのザトシ先生にしてみたら、そのジャッキー映画を見た後の NG 集でね、はい、自分のなんか痛い場面が NG 集として流れるみたいな、はい、そういう感じですよね、きっとね。そうですね。一番きつい、失恋してなんか断られたりとか。そう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 、うん、NG 集だけは見せんでくださいよっていうことですかね、じゃあ。なるほど。そうだと思う。うん、ちょっともう冷静になれる年になったんで、やっと見れるかなと思って、うん、ええ、臨趣味は半ばあいって首絞められて首絞めてって言われて、ただやっぱりこの年でもダメージはちょっと大きかったなっていうのはね、うん、あの否定的なことをずっと言われるシーンあったじゃないですか、女性軍から。はいはいはい、はい、なんかね、町一番のビッチに断れた時のような辛い気持ちになったというですね。いや、それはもう誰にでもやらせてくれるやりまんなのに、はい、俺にだけは、はい、俺だけ断られるみたいな。もうあんただけは死んでもいいやって言われたような気持ちにさせられたなという。きついっすね。なんかね、あのタクシードライバーの脚本家の、ね、方もそういう目にあったって言ってましたよね、はい、あだったかな、うん、もう誰にでもやらせてたんですけど、はい、その人が誘ったら自分だけ断られたって言って、うん、それでタクシードライバー書いた。あ、これザトイチさんも書けるってことですよね。俺に言ってんのか、うん、そのセリフなんかすごいかっこいいですね。そのセリフちょっといいんじゃないですか。今なってますけど、うん、あ、いいですね。俺に言ってるのかと。俺に言ってるか、うん。時にミート、ね、まあでも本当今回ちょっと提案してもらったのも助かりました。でね、ちょうど明美さんが一番好きだったって言ってたんで、いいですね。そう、もう ここで私は一区切りつけたつもりでいたので、はい、いい映画だと思います。いまだに、はい、ありがとう、すべてのエラバンゲリオン。今噛んじゃったけどそこはちょっとしっかりしてほしかったです好きであればなおさらこれを機にまたいろいろね、ちょっとね、はい、やったら楽しいかもしれないので、やりそう、はい、ということで、じゃあ告知お願いします告知をしていいものかどうかなんですけど、今の現在形ということでお願いします。現在形だと、あの5月16日の日曜日に文学フリマ東京という、まあ、私とか長間さんとか、ほほえみさんとかがたまに参加している、まあ、同人誌即売会ですよね、その文章系の。はい、それに、一応参加は予定してまして、特に何事もなければ開催されて、まあ、販売するんですけれども、緊急事態宣言の延長に伴って、東京とかでも、そのイベント、大きなイベントの自粛要請とか、うん、そういうのが入って、中止をする可能性があるというアナウンスがもう、事務局から出てまして、やる予定ではあります、はい、あの安全面気をつけてですね、やりたいなと思ってますので、もしまた何かのご報告できることあったらツイッターとかでお知らせすると思います。はい、はい、ぜひお願いします。あと、アスリート映画の、メール募集もしております。はい、まあ、プロスポーツ選手、まあ、アスリートが本業でない映画に登場して、ハプニングだったり快進撃を起こした作品があれば、メールで、募集をしております。締め切りは一応5月末ぐらいの予定にしています。あの送り先はツイッターを見ると、はい、もしくはあのホームページにあのメールはこちらっていう、アイコンがありますので、そこから、送っていただければと思います。ということでございました。はい、あとですね、はい、あ、もう一個あった。あの、ちょっとですね、うん、あの、はい、ツイッターの、なんか機能かな、うん、あの、スペースっていうのが最近できたんですよ。スペース、はい、はい。あの、なんだっけ、クラブハウス。あ、クラブハウス。あれのような感じのやつで、うん、今、あの、この人たちで喋ってますよっていうのが上がるようになってるんですよね。うんうんうん。ライブチャットに近い感じですか？そうですね。あ、音声だけの。そうです。ちょっとこの間実験的にやってみたら、リスナーの方で何人か、話しかけていただいて、皆さんの話が大変面白いですって言っていただきました。ありがたいですね。
やっぱりあの前もあの言ってたんですけど、サイレントリスナーが多かったのかなっていうのと、うん、あの文章として感想を書くのっていうのがやっぱりハードルが高かったのかなって。それはありますよね、ツイッターで面白かったの一言でも全然いいんですよみたいな話はしたんですけど、やっぱり口頭だと喋りやすいっていうのがあったので、お、まあ、今後もあのもし気が向いたらスペースちょっと使おうかなと。でもしね、はいはいはい、お二人とも iPhone でしたっけ？ iPhone でございます。 iPhone でした、はい。あの機能使えるんで飛び込みで、あの飛び入りで参加も可能かなと。これあれですよね、 Twitter でそのホストになるにはフォロワーが3000人とか1000人とかなんかこういないとダメみたいな、600人っていうのがあったんで、600人うちのあのボンクライガーガンのアカウントはもう3000人超えたんで、あ、この間3000人超えました、ありがとうございます。おめでとうございます、うん、どうも、あのいますんで、僕と長間さんで1000アカウントやりましたから、はい、そうですね、頑張りました、頑張りました、1日200回ぐらい作りましたから、アカウント偽物だったのかこの頃は、冗談ですね。まあ、私と長間さん あのフォロワー数はすごく少ないのでスペースを開けないというちょっと恥ずかしいことになってますけど、多分あれいけるんじゃないですか、あれ、あの、いや600ないですね、参加だけはいけるんじゃないですか。ああ、そうかそうか、あの雑誌さんに開いてもらって、ね、ここに入るっていうのはできるってことですね、はい、多分できると思います、うん、なのであのちょっとスペースを使ってあの結構喋りやすい方が、あ、喋る方が楽っていう人が多いみたいなんで、で、まあね、こういう時期な状況なんで、あの会って喋るっていうのは大変ですから、ね、あの、うん、リスナーの方でも会いに行くっていうのもちょっと大変な場合、まあ、距離もある方もいるでしょうし、なので、まあ、軽くこういう感じでおしゃべりできればなっていうのも考えてはいるんですけど、この間ちょっと面白かったのは、あの最近番組始めた方で相談みたいな感じありましたね。へ、はい、そうポッドキャスト相談、そうですね、というのを考えております。はい、はいはい、ということで、じゃあいいでしょうか。はい、はい、ということで、はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。